ここはな、父ちゃんが子供の頃から通ってる馴染みの店なんだってばよ。昔はもっとちっちゃい店だったけど、今はすっかり。ラーメンかよ。お前ちょっと目離すとハンバーガーばっか食ってるって母さんに聞いたぞ。そんなんじゃ栄養が偏るってばよ。ってラーメンでも偏るのは大差ねえだろ。お前一楽のラーメンの凄さを知らねえな。改良を重ねられた栄養バランスはなんと兵糧丸並み。六代目ほかげをはじめ里の上人たちも一押しの一品なんだぜ。マジかよ。いらっしゃいま。あら、お久しぶりです七代目。最近来られなくてすまねえな。いえいえ、お忙しいでしょうし。あら、今日は息子さんとご一緒ですか。どうも。しばらく見ないうちにすっかり大きくなっちゃって。いや、まだまだガキだってばよ。何になさいます。じゃあ特製ラーメンを2つ。あ、それとナルト無料券はまだ有効だよな。もちろんですよ。先代店主である父から七代目へのご結婚祝いですからね。むしろ光栄です。それに任界の英雄ひいきの店ってことで、うちも随分業績がアップしましたからね。ほら。ああ、思い出すな。この匂い嗅ぐと。今は随分ピカピカになっちまったけど、母さんと最初のデートで飯食ったのこの店なんだぜ。そういうのってもうちょっと豪華なとこ連れてくもんじゃねえの。いやいや、母さんがぜひラーメンが食べたいって言ったんだってばよ。ほんとかね。あの母ちゃんがラーメン好きとかあんまりイメージじゃねえけど。いや、ほんとにほんとだって。その時から母さんすっかりこの店が気に入っちまってよ。はいはい。ところでお前、アカデミーはどうなんだ。まあぼちぼち。あんまり先生を困らすんじゃねえぞ。まあ父ちゃんも。こげまさちゃん、こんなのなんだ。お、なんだ、そういうの好きなのか。ちげえよ、友達が好きなんだよ。電気とか岩部がさ。こういうとこはちゃんとガキなんだよな。ま、順調に友達も増えてるみてえでよかったってばよ。お待ちどうさま。いよいよ慣例の木陰階段が近づいています。今回の開催地となる木の葉の里に各里から木陰が集結し、さまざまな議題について話し合われる予定です。表向きは親睦がメインと言われておりますが。なあ、また忙しくなんの。まあな。まあいいけどさ、母ちゃんとひまわりだけは泣かせんなよ。ああ、ってガキがそんなこと気にすんなよ。ボルト、能天気のガキじゃいられねえのは誰のせいだと思ってんだ。